課後は、下校をする人、部活動がある人、委員会活動がある人など、過ごし方は様々です。このように、図書室の閲覧スペースで勉強をする人もいます。静かで温かみがあり、雰囲気も良いので、勉強がはかどります。定期テストの前は、利用者が増える傾向にあります。また、4月から10月は6時まで、11月から3月は5時30分まで居残りが可能です。続いて、部活動についてご紹介します。今回は、私が所属している軽音楽部に焦点を当て、青春の1ページを話します。軽音楽部の魅力は、何といっても、自分たちでバンドを結成できるところです。人数や担当楽器など、バンドによって様々で、それぞれに違った良さや味があります。こちらは、昨年度の注文記載で、各々好きな曲を発表した映像です。私が所属するバンドは、下の画像です。編集人数が3人と少ないですが、とても良い演奏をすることができました。先輩方は、私服で演奏をしたり、楽器を持って走り回ったり、映像を編集したりと、様々な工夫を凝らしていました。また、練習時は他のバンドの方からアドバイスをもらったり、楽器のセッティングを手伝ってもらったりしました。このように、部活動は中年生や中学生、先輩との関わりが最も多いので、とても楽しいです。軽音楽部の他にも、十文字には様々な部活動があるので、ぜひチェックしてみてください。部活動情報は、十文字高校のホームページの生活・教育のクラブ活動に掲載されています。2020年度はコロナウイルスの影響で大変な1年となりました。そのような中で、十文字生がどのような生活を送っていたのかをご紹介します。1学期は学校へ行くことができなかったので、授業はミートやズームなどのオンライン会議サービスを利用しました。課題の提出は、課題の画像や電子ファイルをデータとして送信しました。質問は、質問専用のミートやチャットで対応しました。こちらが実際に提出した課題とテストです。パソコンの編集ツールで書き込んだものや、ノートなど手書きのものの写真を撮って送信するなど、提出手段は様々です。